1分で読破、自己啓発本など作者の主観によるポイントだけを押さえた要約動画。今回の読破は漫画と図解でわかる7つの習慣、スティーブン・アール・コビー。自分の人格を育てる習慣を続けること、すべての成功はそこから始まる。長年培われた価値観は物事の見方を狭めてしまう。そのせいで成長の機会を逃している人は多い。何でも人のせいにして周囲の変化を待っている人は自立した人とは言えない。自分に問題はなかったか。私的成功を得られていない人が公的成功を得ることはできない。重要でない活動にかける時間を減らす。待ち時間、テレビ、ゲーム。相手の話を聞くとはその人の心を聞くということ。運動によるメンテナンスで肉体面の刃を研ぐ。優れた本を読むことで精神面の刃を研ぐ。問題は自分の外にあると考えていてはいつまでも解決できない。